評価していただいたわけでございますけれども、今回も本人会の見越しを行いました。みんな見越しだしときだから、大きい見越しは8月の末にこういうところ人と話せる見越しだしときだから、ありがとうございます。本当に偉いと思います。ありがとうございます。大江戸御子祭りにおいて3年前を行いましたけど、今日もまた筑波の心意気というのを皆さんの前でご披露させていただければ幸いと思って参加をいたしております。そしてこの御子祭りの大江戸御子祭りの祭りが盛大になりますけど、心からご記念申し上げましてお祝いの言葉とさせていただきます。本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。さあ、それでは11団体の順番を読み上げさせていただきます。トップバッターは江戸後期連合源流会です。続いて板橋グループ保存連盟、続きまして江戸みこし愛好会、亀溝みつみ亀溝みつみさん、はい、続きまして埼玉みこし保存連合会、川口立花会、続いて行徳愛妻会、なんでワインクラスに並々って言われて一気してるの、続いて天沼むつみ会、ラスト締めくくるのは筑波みこし連合法人会、以上41団体の皆様に、そして審査員をご紹介させていただきます。実行委員長岩崎武史会長、日本写真協会顧問山下圭一様、栃木県重要無形文化財みこし師小川雅治様、日本みこし協会副会長楠木逸蔵様、日本みこし協会アカデミー時田君次郎理事長、以上の5名の皆様に11団体のみこしの担ぎ振り特徴など一定の審査基準にて1から5点の加